大西博之は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。防衛大臣政務官。元大阪市会議員。父は、第86代大阪市会議長の大西千太郎。大阪府大阪市育野区工事に生まれる。1980年大阪市立工事小学校。1983年、近畿大学附属中学校。 1986年、大阪市立小野花工業高等学校を卒業。1990年3月に、芦屋大学教育学部を卒業し、父、大西千太郎の秘書や、建設会社の役員を務める。千太郎の死後、1995年の第13回統一地方選挙で、大阪市会議員選挙に出馬し、初当選。以降4期連続で当選する。 大阪市会議員時代には、労働組合による闇専従問題の解消に取り組んだ。この間、命を狙われ警察の警護がつくほどの抵抗があったという。活動は、テレビ番組でも取り上げられた。2010年7月11日に実施された第22回参議院、議員通常選挙に比例区から出馬するも落選する。2012年9月、母校。 アシア大学の客員教授に就任。同年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙に大阪1区から出馬するも日本維新の会の新人、井上秀隆に敗れ、比例復活もならず落選。2年後の2014年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙において、 再び、大阪一区から出馬し、維新の党から出馬した井上と、再び対決し、前回より票差を縮めるも及ばず、井上に敗北。超副立候補していた比例近畿ブロックで、初当選を果たした。2017年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙において、再び、大阪一区から出馬し、初めて、井上を破り再選。 令和2年9月、菅義偉内閣において防衛大臣政務官就任。ありがとうございます。